物価上昇による家計への深刻な影響が見えてきました住友生命保険による我が家の台所事情に関するアンケートそれによるとおよそ8割の人が物価上昇が家計に影響を及ぼしていると答えていることがわかりましたでは具体的に何に影響を感じているのか およそ9割の人は食費と回答し次いで7割の人が電気代と回答しましまた。この出費を抑える家計のやりくりについて物価上昇の影響を受けているという家庭では7割を超える人が家計を切り詰めていると回答。最も多かったのはやはり食費の節約次いで趣味に費やすお金や洋服代。 さらに自分の小遣いいいも減らししているという回答が続きました。特に小遣いについて調べると月平均で1万4,338円削減され2万2,269円という結果に物価上昇に見合う賃金アップがない将来に不安を感じるので貯蓄額を上げたといったコメントも寄せられたといいます。 物価の上昇が続く中高水準の賃上げも叫ばれてきた今年ですが年収で見るとどうなのか前年よりも増える見込みと答えたのはわずか15.1%でおよそ8割の人が変わらない見込みと回答し賃金上昇も追いついてはいないことがうかがえます。 また、物価の上昇に伴い年収アップの必要性を感じている人は半数を超えていて、より厳しさを増す台所事情が浮き彫りとなりましたこのニュースについては、哲学者で津田塾大学教授の茅野敏人さんに伺いました物価上昇の影響というのはやはり大きいですよね アンケートからは全体として収入アップがなかなか見込めない中物価高による生活費の上昇に苦労している人たちの姿が浮かび上がってきますねそのアンケート結果を見て私はイギリスの経済学者ケインズの言葉を思い出しましたケインズはこんな風に言っています社会の基盤を覆すには通貨を堕落させることほど巧妙で確かな方法はない その通貨を堕落させるというのはどういったことなんでしょうか通貨を堕落させるとはお金の価値が下がることつまりインフレを指していますもちろんインフレといっても物価の上昇とともに給料も上がっていくのなら人々の購買力は維持されるので問題はありませんしかし今回のアンケートで示されているように 収入が上がらないのに物価ばかりが上昇してしまえば人々の購買力は落ちて結果として社会の基盤が覆されてしまうとケインズは警告しているんですねまあこれすでにそうなりつつあるということにもなるんでしょうかその兆候はすでにありますね例えば少子化は以前から進んでいましたがここにきて想定以上のスピードで進んでいます 若い人たちは自分の生活を守ることに必死で子を持つことは贅沢であるとさえ言われるようになってしまいましたこのままだと高齢者の生活を支えるための社会保障も持続可能ではなくなるかもしれませんますます重くなる社会保険料の負担に不満を感じている働く世代は少なくありません。 これまで社会保険料をあまり負担してこなかった高齢者のためになぜ自分たちが重い社会保険料を負担しなくてはならないのかというふうに国の舵取りを担う人たちには是非物価上昇に収入が追いついていない問題の重大さを受け止めてほしいと思いますね。働く人の収入を増やすことは 日本において最も重要な課題の一つであることを改めて強調したいと思います節約を意識しつつも日々の生活をより充実したものにするにはお金がかかってしまうこともありますその充実のハードルを下げることなく未来の日本を明るいものにするためにも早急な対策が求められているように思います